こんにちは、オンラインビズの加藤です。この動画では2003年に東京都が開催しました江戸開埠400年事業に参加した時の映像についてお話しいたします。江戸開埠400年事業では落語家の故三遊亭金太郎師匠と現在活躍中の桂歌助師匠のお二人と一緒に江戸にまつわる場所を中心にして50本以上の動画を撮影いたしました。1603年に徳川家康が江戸に幕府を開き、それから400年以上が経ちました。江戸開埠400年事業は江戸から今、そして未来に向かって東京を考えていく1年間を通じた大きなイベントでした。その場所についての歴史や落語小話などをお話ししておりますので、ぜひご覧ください。画面右下、ここですね、この辺にありますマークをクリックしていただくと登録ができますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それからいいねボタンもぜひお願いいたします。